はい、こんにちは。持つべきものは友人ということで、引きこもりのめぐみはめぐみはめぐみネットワークめぐみでございます。というわけで、2017年11月4日朝8時でございます。眠い。 iPhone X 昨日発売ということでね、私今日予約しました。昨日ね、発売日記念ということで、まあ、ライターの川村さんとね、対談という形で動画出させていただいたと思うんですけど、そのライターの川村さんが昨日ちょっと教えてくれてたんですよ。明日明後日朝方キャンセル分の当日発売があるかもしんないと。例年だとまああると。なのでめぐみさん朝チェックした方がいいっすよっていうことは聞いてたんですよ。でも私ちょっと今日寝てましたと、グーグー寝てたら川村さん電話くれました。めぐみさん在庫復活してますと。もうすぐです、すぐやったんですよ。でそれはどういう在庫かっていうと、まあさっき言ったようにキャンセル分の受け取りなので、店舗に行かなきゃいけない。アップルストアの店舗の、在庫は復活してるんですよ。で私は、表参道と銀座が朝6時に復活して、川村さんから連絡もらったのが6時何分か8過ぎだったと思うんですけど、ですぐやったんだけど、クレジットカードの裏側にあるセキュリティコードとか入力しなきゃいけなくて、それやってるうちに注文、アップルストアってカート入った状態じゃまだダメなんですよ。さらに注文確定で終わった時点で OK なんですよ。他の通販サイトって大体カート入ったら OK じゃん。ナップスターってそこは違って。で、私はそれちょっと戸惑ってる間に押せなくなっちゃったんですよ。で、残念っていうことで川村さんダメでしたって言ったら、川村さんは僕は行けましたと。で、川村さんの他の友人も行けましたという私話を聞いて、で、まあ、一個の理由としては画面録画したりっていうちょっと YouTuber 的なね、あれをやっちゃってたのもあって、で、あとは私がアップルストア受け取りっていうことをやったことなかったから、それは戸惑っちゃってたと。で、ダメだったんですけど、そんで川村さんがね、7時とか8時にまだワンチャンあるよという話を聞いてて、で、まあ待機してました。で、8時数分に在庫復活と。で、連打で、川村さんから電話来てるんですよ。私が連打してる時ね。連打っていうか、受け取り設定をしてる時。で、川村さん来てんだけど、これ絶対教えてくれてるなと思って、一回閉じて、で、注文確定までやって、で、川村さんに電話して、行けましたと。川村さん、どうですかって。僕はもう、店舗前にいますと。半端ねえ、この人と。半端ねえ、この人と。いや、やっぱりね、最終的に、情報戦というか、まあ、ネットワーク、インターネットネットワークではなく、草の根の友人ネットワークが功を出したというか、いや、ありがたいですね。というわけで、私、1日遅れですが、本日帰れますので、まあ、ちょっとね、ほんと眠くてしんどいんだけど、一眠りしてから、まあ、取りに行こうかなと、店舗の方にね、思います。やった！これは本当に、キャンセル分っていう話、ピックアップ在庫っていうらしいんですけど、なので、あるかどうかはわかりませんが、明日、明後日とかも、7時、8時、6、7、8とかがポイントらしいですよ。に、ある可能性があるので、欲しい方はね、ぜひとも、転売ヤー、くそーってやってるのもあれですけど、足で、稼ぐみたいな、一番嫌いな言葉ですけどね、足で稼ぐ。やりました。というわけで、iPhone X 撮っていきます。ありがとうございます。おやすみ。